戦後の日本の高度経済成長の頃にですね、まあ産業とか開発が優先になって、割合その身近な海がですね、埋め立てられたり、あるいはその陸からのいろんな排水で汚染したりということが日本全国で起きました。特に里見にふさわしい内湾的なところとかですね、湾の奥のようなところは非常に汚れて、それからいろいろなまあ生物がだんだん少なくなって、お魚も取れなくなったと、まあそういうようなことが日本全国で起きたわけですよね。三重県志摩市に位置する阿児湾はリアス式海岸と呼ばれる複雑に入り組んだ海岸を有する閉鎖性海域です。そのため湾の中の海は穏やかで、気候も温暖なこの土地では1893年に世界で初めて半円真珠を作ることに成功し、真珠のふるさととしても知られています。伊勢志摩国立公園のここはまあ中心部ですしですね、こう景色も良くてですね、すごく綺麗な海なんですけども、見たところそういう阿児湾もですね、実際に海として調べてみると実はいろいろ問題がありましてですね、阿児湾はご承知のようにリアス式海岸ってたくさん細かい入り江があるんですけども、例えば埋め立てられたり、いろんな農地になったり、あるいはそういうものをしようとして放置されて、まあ、荒れ地になったりとかですね、もともとあった海 の、 その非常に重要な部分である浅場とか干潟とかがですね、いろんな人間の行為でなくなってしまいましてですね、それを私ども2003年から5年間いろんな調査研究したんですが、その結果によりますと、もうかつてあった干潟の約 70% ぐらいがですねなくなっているということで、まあ、干潟っていうのはちょうどその陸と海との間で一種のまあフィルターのような役割をしたり、あるいは生物の住処を提供したり、産卵場を提供したり、そういう意味でその海にとってとても重要なところなんですがね、そういうのがなくなっちゃってですね、例えば、汚染物質がもっと干潟があるとそこで浄化されながら海に入るのが、そういうことがなくなるので、海に直接負荷がかかるとか、あるいは生物が住みにくくなるとか、そういうことで阿児湾がですね、一見見たところとても綺麗なんですが、実は海としてはすごく問題が多くなって、例えばお魚が取れなくなる、それから生物の種類が少なくなる、それから赤潮が起きたり、その貧酸素水塊と言いますが、まあ、酸欠の水ができたりですね、とてもその生物や水産資源にとって住みにくい海になっちゃってると、まあ、そういうことがだんだん分かってきたわけですね。1960年には阿児湾における総漁獲量は600トンを上回っていましたが、1965年以降この数字は大幅に減少しました。湾内の環境が悪化したことと、漁業者の多くが伝統的な魚を捕獲する水産業から真珠養殖へと移行したことが原因と考えられます。1960年代後半には真珠の過剰生産や品質低下により真珠不況が起きます。2002年の夏には阿児湾一帯が大規模な低酸素状態となり、湾オーブでは真珠養殖に使用するアコヤガイを含む多くの海洋生物が死亡しました。もともと真珠が育つのに適した環境でありながらも、阿児湾の真珠養殖は平坦ではない道のりをたどり、今日に至っています。原城さんは阿児湾で真珠養殖業を3代にわたり営んできました。真珠が好きでずっとやってるもんですから、貝一個一個全部個性があるわけですから、一つ一つ触る機会があればやっぱり一個一個見ていかないと、どういう貝で自分が仕事をしているのかっていうのがやっぱり把握できないと仕事にならないですし、今年使う貝っていうのは生まれてから丸々 3年目なんですよ。3年間っていう貝の、まあ、僕ら貝の歴史っていう言い方するとおかしいんですけども、生まれてから今までのその海の環境っていうものってのはものすごくやっぱり貝が持ってるわけなんですよね。その個性の中にそれはやっぱり同じってのは絶対ありえないですから、育ちも生まれ もう全然違うものを毎年毎年使っていかなきゃいけないっていう難しさはありますね。湾内の環境に真珠養殖は影響されてきましたが、養殖業もまた湾内の環境に影響を与えてきました。
過密養殖されていた昭和30年代には海底への汚れがたまりやすい状態になりました。この海掃除という作業も良い真珠を作るためには大切な作業ですが、ゴミの処理をしっかりしないと海底を汚す原因となります。そして海の環境が悪くなると真珠養殖にも悪い影響が出ることになります。基本的にその、畑じゃないですか、海っていうのが状況が悪ければやっぱり貝の変化もものすごく早いんです。ですからついていけなくなってくるし、こういう仕事をしてやれば貝は回復するんだっていうのも分かってても、海自体に それだけの力がないと回復しないんです。そこに人が住まなくなるのが一番環境に優しいと、何もしないのが一番環境に優しいと思いました。でもそれじゃあ今度ね、自分たちはどこで生活するのと、で人間が生活する産業活動をするということは必ず環境に負荷かけるわけですし、で水産業はまして他の仕事以上に環境に負荷かけるわけですから、じゃあこの仕事を持続可能なものにしていこうと思うと、やっぱり自分たちが率先してその環境っていう問題に取り組んでいかない、どんな手法でもいいんですよ、取り組んでいかないとその持続可能な水産業っていうのはもうこれ成り立たないと思います。志摩市においては真珠養殖業者をはじめとする水産業に関わる人たち、市や県といった行政、研究者、そして一般の市民も海の大切さを認識し、身近な海を守るような取り組みが行われてきました。水産業、それから観光業あっての、そうアゴ湾だと思っているので、いろんな生き物、そしていろんな形で人がこう海から恵みをもらえるっていうのが僕は一つのやっぱり目標だと思うんですけど、それがこう持続的に続いていくために、こういう干潟再生がその一つのこう鍵になっていくんじゃないのかなというふうに思ってます。アゴ湾再生プロジェクトを元とした取り組みの一つに、過去に農地に転用されたにもかかわらず現在では農業には利用されず荒れ地となってしまった干潟を再生する運動があります。新たにこうすごくお金をかけて干潟を人工的に造成するよりも、もともとこういう場所をですね、もう一度使ってないんだったら復活させるっていうような方法の方がすごく効率がいいし、だいたいこの堤防の前には大きな水門がついてるんですけど、その紐をまず開けることから始めました。それを開けるだけで中と外の水の行き来がすごくスムーズになって、徐々にですけども中側が改善されて生き物が増えてくるっていうようなやり方になってます。514箇所こういう場所があります。で今これ試験的に1個しかできてないわけですけども、まだ513箇所あるってことなんで、この部分をできるだけちょっとずつでもいいんで再生していくことが目標になってます。干潟の再生プロジェクトが本格的に開始された2009年には6種類ほどしか確認されなかった生き物が半年で20種類程度、1年で20数種類ほどに増えてきています。ここは鳥が休みに来てますね。カモみたいなのが多くなってきてて、それはなんかカモとかサギが多いのはこういう中に生き物がいるから、そういうのをついばみに来てるのかなと思うんです。だんだんこう食物連鎖のこう3ピラミッドが大きくなってるみたいな感じですかね。この干潟っていうのはもう一度埋め立てられたらその土地の所有者の方が見えます。なのでその所有者の方が本当に干潟の大切さみたいなのをやっぱり実感してもらわないと、こういう再生っていうのが進んでいかないと私は思っているので、なるだけその定期的にこういう観察会だとか自分らで再生活動をしたりとかするのにこう参加してもらって、それでそこからアサリが取れたりだとかいろんなものが取れてこういう恵みがあるんだよっていうのをこう実感してもらおうと、地元の人に実感してもらおうっていうふうな形で定期的にこう観察会とかそういう再生活動をやっています。アゴ湾再生プロジェクトのもう一つの大きな柱がアゴ湾の環境動態予測です。自動環境モニタリングシステムを湾内の2地点に設置し、いつでもどこでも湾の様子がパソコンや携帯から見ることができるようになりました。観測センサーによって湾内の水温、塩分、
ヨウ素酸素量、クロロフィル、濁度が1時間ごとに自動的に測定されています。このようなデータは真珠養殖業には必要不可欠で、多くの業者が利用しています。里海づくりの運動というのは研究結果ですとか科学的な根拠に基づいてですね、単にその水質を良くするだけではなくて、まあ、豊かな海を取り戻していく、まあ、具体的に言うとその生物多様性という、まあ、どんなたくさんの生物がいるかどうか、あるいはその生物の生産性、たくさんその水産物が利用できるか、まあ、持続的にですけどね、まあ、そういうようなことを、まあ、求めながら研究とそれからいろんな事業がリンクして進んでいけばというような形だと思いますけど。結構持つでなこれな。毎年5月から7月は真珠養殖のための双核手術が行われます。アコヤガイに手術をして真珠になる核を入れます。双核されたアコヤガイはカゴに入れ、イカダに吊り下げて真珠ができるまで大切に育てられます。大きな水温変動は双核済みの貝の養生に影響するため、水温をはじめ海の状態の変化を注意深く観察する必要があります。いいね、ああ養殖生活45年。今はだんだんやっぱりこう開発とともに少しこう気持ちが離れてるってところもあるかもしれないですけど、昔はやっぱり真珠養殖っていうのはそのアゴ湾の湾の昔から持つ特性を生かしてですねやったあの業ですし、青のりもそうですし、そういうやっぱり水産業が基幹産業であるっていうことは、そのアゴ湾っていうのはもともとその人と海とがすごく密接に関わり合ってきたっていうことなんじゃないかなというふうに思います。